セミプロフェッショナルスポーツとは、スポーツを行う際に給与をもらっており、アマチュアというわけではないが、完全に、プロフェッショナルとして、スポーツを行っているわけではないスポーツ選手を指す、用語である。セミプロとして、プレーを行っている理由としては、プロスポーツの興業として行うには実力もしくは、人気が低く、プロフェッショナルとして活動することが難しいことなどが、 一般的な理由として挙げられる。また、セミプロという用語は、写真家やミュージシャンなど芸術、芸能活動で収入を得てはいるが、それだけは、生活には十分でないためアルバイトや、パートタイム労働などによる副業で生計を立てているものにも適用されることがある。製品の質やコストがアマチュアとプロフェッショナルの間に該当するような製品を制作しているものにも使用されることがあるが、 現代ではセミプロではなく生産消費者という用語を使用することが多い。アメリカ合衆国のサンフランシスコオリンピッククラブはアメリカンフットボールチームを1890年に設立した。同年、オリンピッククラブは優秀な選手を勧誘するため仕事のオファーを出しているとしてライバルクラブから非難を受けた。アマチュア運動連合の調査によるとオリンピッククラブの勧誘は 実際には、プロ選手として契約を行うものではなく、プロ選手に準じる形で契約を行うというだけのものであると、された。ここから、セミプロという用語が生まれた。アマチュア運動連合は、セミプロという概念をあまり好ましく思っていなかったが、この決定により、選手がアマチュアという地位を失ったり信用を落とすことなく、スポーツクラブが実際に選手を雇用できることになった。 日本における高等学校のスポーツにおいて学校教育におけるスポーツ活動の枠を超えて選手を全国から募集する授業よりも練習メインという学校を本来の課外活動を超越しているとして批判的にセミプロ集団と言われることがある。ありがとうございます。